4番線転向お願いします。はい、4番です。はい、お願いしあ、ます。あれもごめんね。準備俺完狼了でおにな願っいたしかまらもす。う試ルール合確認投げしてまた。す。1周目ちょっと使用はなしで、彼らが無心でやいや、チャット雑談、チャット考察もなしです、うん。さっきのね、いや今日ちょっと使用は2周目からいいです。白状しなかった。配送されたらも違うんですよ。役職外に関してもなしです。高速配送してあげますよ。はい、あんなのいらなければ、できねえもん。始めます。嵐気味な人がいいんだで、チャット打ちまぐって。俺が囲われてんだから、俺が狼だったらさ、狂人って2番にならなきゃいけないのに。9番の方が真になるはずなのに、9番が偽とかって言ってる人がいるんだね、考察として。あなたの役職は驚くわ、ほんと。村人。マジで驚いてますわってレベルだわ。夜が更けました。驚きを隠しきれないってレベルだわ。人狼に気をつけてください。で、チャットバンバン打ちまぐってさ、もうあれね、もうリア教とか嵐のレベルだから、一周目一言しか言わないとか。いや、だったらゲームしなきゃいいじゃん。マナーとして一言でなんか言えよっつの一周目、うん、このしかも広範囲なんだから精査しろよっつ、ほんで私は村ですって言われても、夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番でもなんでリア教は2試合連続いるんだろう、めまいする。よろしくお願いします。村人陣営でした。そうですね。まあ、村の皆さんには、長い時間話してほしいっていうことや、何か気になる人の発言があったら、そこを言ってほしいっていうところ、理由をつけてほしいっていうところ、そうですね。社会締めって何て言えばいいのかな。まあ、考え方を開示していくった方がいいとは思うんですが、そうですね。まあ、状況がまだ決まってないし、トップバッターっていうことでちょっと言うこと思いつかないんですが、まあ、一周回って気になる人の発言があったら言っていきたいし、怪しいところを上げていけたらいいなと思っています。占い師とか何人出るかわからないが、話聞いていきたいと思っています。まあ、この発言じゃちょっと色落ちしないし、ちょっと申し訳ないですが、頑張ります。はい。8番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、7に関しては2巡目でいいかなとは思ってますね。まあ、僕からのお願いは、人の話をまあしっかり聞いてほしいかなって思ってます。まあ、聞けば把握漏れとか捏造でなくなると思うし、例えば捏造されたされてないっていう判断は村がやっぱ拾っていかないといけないんで、人の話は聞いてほしいかなと。しっかり自分自身もそうですけど、あとはね、基本的に村スラとか仮アーマーとかは必要ないかなと思ってます。そこを仮に成功した平和盤面作れたってなった場合でも、そこを確実に白置きできないんで、まあそういうムーブは取ら9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に仕様はないです。そうですね、じゃあ7番と8番の精査をしていくと、8番っていうのはまあアーマーはやめてほしいって言ってましたね。アーマーした人が狼だった時に釣れなくなるからって意味だと思うんですけど、まあ、そういう目にあったのかなって感覚ですかね。7番については、まあ、なんていうのかな。7番って結構難しくて、進行論をあんまり用意しなくて、こう、ハキハキ喋ろうとしてないから、狼を引いた時に、まあそういうのをしっかり喋って回すっていう行動をしてないから、あんまり狼っぽくないなと思うんだけど、まあトップバッターの位置なんで、まあ色落ちなしって感じかな。特に、二人とも怪しいとこはなかったですね。はい。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はじめまりのたくまです。お願いします。9番さんの7番さんの人狼がないっていう要素の拾い方がいまいちわからなかったかな。7番さん、中身がないように感じたけどね。なんで
グレーだと一番9番が怪しいかな。あと8番もちょっと気になってるかな。あんまして人が、村で置けないって言うんだけど、それって隠し色の人がやったらいいんじゃないかなって思ったんだよね。なんで9、8、7の順で気になってますね。あ、2番さんスパチャありがとう。2番のプレイヤーが発言します。はい、僕も1番さんとほぼほぼ同じかなと思ってて、9番さんって7番さんに対して、人狼っぽくはないかな、でも色落ちはないですってちょっとよくわからない発言してるから、人狼はないんだったらもう、まあ、狂人っていう線があるかもしれないけど、でもほぼほぼじゃあ白じゃないですかって、でも結局まだ1周目だかわからないから2周目でかなって濁すところが9番さん怪しいし、あと8番さんに対してもそのなんだっけ、そのスムラスラだのアーマーだのっていうところ突っかかっていったのはいいんですけど、まあ昔なんかそういうことがあったのかなって終わらせてるところ、結局そこに対して9番さんってのはどう思ったのかなって、俺的には村利があるんだったら全然村スラもいいですし、そのアーマーも全然いいかなというふうに思ってますね。その結局精査入れていけばいいんで、あの隠し色じゃないやつがやったとしても、はい、その点に関しては別に8番さんとは逆かなと思ったし、そこをヘイト飛ばさない9番さんが怪しいと思ったかな俺は、グレーの中だと。うん、1番さんに関しては同じことを思ったなって感じなんで、1987で見たら1番さんが今のところ白くて9番さんが下は黒いですかね。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます、占い師です。6番さんランダム白刺さってます。6番さんランダム白です、アークお願いしますってことで、そうだね、僕もちょっと9番さんっていうのが一番気になってて、かつその指摘をしてる 1,2 っていうのがまあ今現状白いかなと思ってるんだけど、僕1個だけ違うのが8番さんの関しては、僕はその村スラを嫌うっていう話で、その懸念もしてるから、まあ黒では言えないんじゃないかなと、今日はあって、あるんじゃないかなと思ってます。僕目線はね。っていうのは、まあ、ほぼその話って、結局、思考とか、そこで、票をもらえるもらえないとかの話もあるから、そこってだいぶ審議になると思ってるから、ローだったら言えないんじゃないかなっていう目線があるんじゃない、発生するんじゃないかなと思ってます。で、7番さんに関しては2周目かなと思ってる。で、9番さんが今現状僕は、黒いかなっていう目線ですね。で、今現状21に関しても白いなっていう目線です。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特にしようございません。サマさんが6番さんに白だし把握しました。まあ、この後3番さんで5、6で対抗出なければ、まあ、平和なのかな。まあ、対抗出るのかなと思っておりますが、まあ、そこは発言聞いてかなって思ってます。で、そうですね、順に触れていくと7番さんの一緒については、まあ、考え方を開示してあげたらいいなっていう発言がちょっと気になったぐらいですかね。まあ、7番さん、村人陣営って言ってたんで、役割か役なしかのどっちか2択でしかないと思ってるんで、あまり強気ではないなっていうのがかなり気になったぐらいですかね。で、8番さんは、まあ、ムラスラ騎士アーマーについて言ってたんですけれども、まあ、捏造が嫌な方だなっていう印象でしかなかったです。まあ、9番さんは7、8に対する精査が甘かったっていう印象でしかないので、まあ、そこで1、2番さんが、なんか、すごい9番さん叩いてるなっていう印象は強く感じた。ただ、1番さんって結構、なんだろうな。9番さんへの殴りは、そんな良かったって思った。5番のプレイヤーが発言します。どうなんでしょうね。ああ、9番が2周目次第で1、2が黒くなるんじゃないですか。9番が2周目もひどいんだったら1、2が白くなるんじゃないですかっていうぐらいですね。7、8が2周目1、4番はどうでしょうね。まとめただけとも取れるし、頑張って精査しようとしてたとも取れるんでね。9番次第でこう回っていく感じ見えるけど、まあ、SG1 の村人は残して白露を釣りたいです。SG も村と狼ありますね、2種類ね。なら村残して狼釣ればいい。白い中にも村と狼いますね。だから村と狼を、村残して狼釣ればいいんでね。5番どういう人か、何度も言ってます。村を残して狼釣る人です。SG 残す人じゃないです。SG の村を残す人です。区別して。狼を釣る人です。区別をする人です。ということで、2周目、釣り位置上げます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。発言します。ちょっと僕、皆さんと考え方が違ってたんですけれども、1番さんが印象悪かったんですよね。理由なんですけれども、8番さんが気になるよと。で、理由は、アーマー村で置けないっていうのが、なんか納得できないみたいな。
ちょっと違うんですよね。8番さんって言ったのは、アーマーしたからと言って、成功したからって言って、村で置けないじゃなくて、白で確定はしないよっていうニュアンスなんですよね。まあ、結構言葉としては似てるんですけど、村で置けないじゃなくて、アーマー成功したからって言って、その人が絶対に白だっていうふうに確信は持てないよっていうニュアンスだと思うから、まあ、熱動じゃないと思うんですけど、ちょっとそこのなんか意図が組み変わってるんですよね。そこからちょっとなんか2番さんも同調した感じがあるから、僕、あんまり1番さん、2番さんの印象は良くなかったですね。で、ただまあ4番さんについても、まあなんかなんだろう、盤面だけ整理してヘイトを向けたくない狼なのかなっていう感じはあったんですよね。うん。で、5番さんも、なんだろうな、結局なんか村を残して狼する人、区別する人だから、色は落ちなかった。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい。例のです。例のです。はい。8番さんが占いで6白。かぶったってこと？はい。じゃあ占いの話また聞きません、ね、2周目。で、そう、あ、マジですか。例のです。聞こえてますかね。で、6が隠し白になったってことですね。まあ、6番さんのね、言った1番に対す、1番のが、8番に言ったことっていうのは、そうだと思いましたよ。8番は、ムラスラやアーマーはいらないっていうか、まあ、嫌いなニュアンスで言ったんであって、ムラ置きはしないとは言っていないっていう解釈で僕も受け取りましたから、ちょっと、1番さん、2番さんあたりから、まあ、ちょっと解釈が変わってしまったかなっていう印象はありますけどね。あ、これ聞こえてるかな？聞こえてなかったら申し訳ないです。で、まあ、占いの話で2週目聞きますよ。だから僕は指定はできないんですけど、この位置なんで。聞いていきたいですね。1番目でもいいってことですね。はい。まあだから、6番は4番の印象そんなに良くなかったって言ったけど、4も最後の方で9の1だったらキワーっていう感じで切れたんで、多分そのこと言おうと思ったんかなと思って、4の印象もいいですけどね、6と4。8番のプレイヤーが発言します。まあ潜伏理由に関しては、2番手やったんで、まあ一周で待ったのと、ただ6番、3番が6白で被ったかとは思ったっすけど、結構新名、多分村視点に立った時に追いにくくなるのかなと思うんだけども、まあ発言で頑張ります。3老起点だった場合、9は若干薄いかなと思ってる。3老起点やったら、3強人だったら全然あるけど、老起点やったら薄いかなって、3番が9番釣りをしてるんで。怪しい、釣りをしてるっていうか、まあ4号聞く。の発言聞く前だけども、9番を怪しいって言ってるんで、9はちょっと薄いかなと思ってる。で、6、7番さんが1、2に対して、あ、2番って別に俺のことに関しては明言してないんじゃない？多分1番の9に対しての精査が、まあ、しっくりきたみたいな。多分俺のアーマーうんぬんかんぬん話は多分2番って言ってないと思う。俺はね。で、1番が言ったんだけども、その隠し色がする分に、例えばこの盤面であれば6番がアーマーする分にはいいよ。ただ、スムラ、もう色も分かんないスムラがアーマーして、そこでグッジョブ起きた場合、そこを白置きできないってことね、話ね。はい、まあ、ちょっと汲み取ってほしかったかなって、1番に関しては思ってる。で、4号に関しては現状、黒要素は拾えてないけども。まあ、2周目、聞いて考えますね。はい、単体精査でいきます。9番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。占い師に関しては、8番の潜伏理由があまりピンとこなかったので、8番の方が偽なのかなって思ってるんだけど、俺目線から言わせてもらうと、1、2、3が俺を釣りをしてるから、どうしてもちょっと、なんていうのかな。3番っていうのは、俺の村を知っていながら、まあ、そのローンを続ければ、9が釣れると思ったから、俺のことを釣りたい狼なのかな、とも思える。と言っておきますね。推理はこれぐらいしか進んでなくて、そうなると相対的に4、5が白く見えますね。特に5番っていうのは、なんていうのかな。
どこが怪しいとか、そんなんは2週目にやりますよって言って、すげえ自信持ってるから、なんか余裕がある村なのかなと思ったけど、まあ、狼だったらすげえ嫌だなって思ってます。1番のプレイヤーが発言します。はい、名前の参考までお願いします。まあ、とりあえず6番さんに、アンサーを返すんだけど、俺が言ってるのは、8番さんってアーマーするなって簡単に言えば言ってるよね。それを隠しろだったらやってもいいんじゃないかっていう論を、俺は唱えてるだけ。6は汲み取ってほしいかな。で、7番に言っておくと、4番っていうのは、俺が8に指摘したことを言ってるんじゃなくて、9に指摘していたことを言ってるから、7が言う、4、6が白いっていうのは違うと思うけどね。うん、6は1が8に指摘したことを、なんか思っていて、4番っていうのは1が9に指摘したことをなんか思っているわけで、全然4と6って違うと思うけどね。うん、ちょっと一学してるんだからちゃんとしてほしいと思ったよね。で、今日の釣りたい位置は、俺は5か9でいいかなって思ってるかな。9ってなんか釣りやすそうな、4、5にヘイト向けたようなイメージがあったんだよね。うん、5番っていうのは結局精査せずに、SG 位置をなんとかこうちゃらって言ってるだけで精査する気なかったんだよね。なんで今日は9か5でいい気がするんだよね。で、占い精査はちょっと8は、なんか、弁明が多すぎる。2番のプレイヤーが発言します。あれ、1番さん、9番さんって別に4号にヘッド向けてなくて、4号の方が相対的に印象がいいと落としたんで、そこ若干1番さんの言ったところで怪しいかなと思ってて、でも俺は変わらず9番さんで、9番さんって別に俺が、ただ、先に占い精査行くに入れると、8番さんに関しては狂人じゃないかなと思って、被せる必要ないかなって、人狼に、巨人アピールしたいと思うんで、かぶせる必要ないかなと思って、8に関しては進路1。プラス、隠しろの6、7が、そう俺、勘違いしてて、俺って別に8叩いてなくて、8番はその村すら、アーマーやめてってしたけど、俺は別にリガルだったらいいんじゃないのって落としただけで、そこに対して9番の精査が、昔嫌なことがあったのかなってみたいな、そんな感じで言ってたんで、そこを叩いただけで、別に8は叩いてないです。ただそこを8番さんはちゃんと聞いてて、いやいや、2番さんっていうのはこういうふうに言ってたんだよっていうふうに、弁明するところが8番さん、印象良かったかなって思いますね。人狼だった場合って別にそのまま流すか、そのまま一緒に減って持っていくかっていう感じなので、現状8さんだったら、まあ3の発言聞いてないですけど、まあ、2周目さんの発言も聞いてから変わるかもしれないですけど、現状8の方が進歩になって思います。で、9番に関しては、まあ普通に9番釣りたいなと変わらず思ってて、9番に関しては、1、2が9を叩いたから印象黒いって言ってるだけで、ただ、その俺がね、9番さんを叩いたことに対して、なんか不当な感じで持つであれば、その、言い返せばいいですし、そこで単純に叩いたから、1、2黒い、1、2、3黒いって置くところで、4、5が相対的に白いって置くところ、その精査がね、もうめちゃくちゃ甘いなと思いましたね。はい。って感じで、まあ9番さんでいいんじゃないですか。ただ4、5に関してもその位置で、4番に関してもほぼ俺もまとめて、5番さんにとってまとめてるだけかなと思ったんで、5番さんに関してもその位置でグレー精査甘いって思ったし、思考開示いらないかなと思ったかな。ただ、知りたいのは9番さんです。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、2周目発言しますね。対抗8番さんですけど、対抗、8番さんに言いたいんですけど、村すら、騎士すらとかすらが嫌いの中で、その2周目だから潜伏しましたっていうのは、ちょっと納得的、対抗だからそれで真って思われても、俺はちょ不当だと思ってるんですけど。うん。っていうとこで、まあ、現状僕はやっぱ9釣りたいですね。その9の1、2、と3が叩いたから、1に行きたいっていうのが謎すぎるかな、正直。うん。ただ現状僕も、やっぱ4、5で比べたとき、やっぱでも5は2周目伸びるんじゃないかなって僕はちょっと思ってます。で、4に関しては一番ちょっとわからないかな。やっぱ、その、5番さんも言ったけど、こう、全部取りまとめをしてるだけの話であって、ちょっと、やっぱ4番さんの2周目もちょっと期待なんですけど、現状やっぱ9釣りたいかな。うん、ただ、21に関しては2周目でちょっと、話がずれてて怪しいとか言ってる、2番さんが1番さんが言ってるから、1、2がもしかしたら対地区になっちゃうのかなって思ってるから、ちょっと占い先ちょっと迷ってます、正直。うん。ってとこですかね。4号に関しては2周目伸びるんだったら、
うん、現状9釣りたいですけど、4号の怪しいとこ見つけて、もしあれだったらちょっと釣り違いますけど、今現状やっぱ9釣りたいっすね。ちょっと、わからん、正直。9の発言がちょっとわからんすぎてわからんってところが。ちょっと僕の中で占うのもったいないかなと思ってます。はい。以上っす。4番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、現状、なんだろう、1、2、3番さんって、そこまで9番さん釣り寄す理由はちょっとよくわかんないなと思ってて、9番さんって普通に7、8の精査甘かった視点はあったけど、そこまで人外目で見る視点ってあったのかなと思ってて、精査甘いだけで9番さん釣り寄す1、2、3がどうなんだろうと思ってて、で、2番さんの最後の発言、9番さんっていいかなって、9番さんが村で、たらどうすんのっていう精査はないのかなと思ってて、まあ、確かに2番さんって発言、まあ、8の発言よく聞いてんなっていう視点はどうなんだろうっては聞くけど、そこで9番さんそこまで釣り押すかなと思ってて、ほぼほぼなんだろう後半位置にあるなんだろう5番さんを持ち上げて釣ろうとしてる狼としか自分思えなかったかな。2番さんの動きに関して自分2番さん個人的に行きたいなっては思ってるんですけど、これ9番さん。5番のプレイヤーが発言します。うん、片白と占いが決めればいいんじゃない。そんなに俺も発言伸びるわけじゃないからね。うん、俺は1番かな、1、2どっちかかなと思って、1、2、4、あ、9はね、白って要素はあるわけじゃないけど、まあ発言伸びてないけど、まあまあわからないからね。9と1比較したら、1って9番の話を少なくても聞いてないのに、2番に突っ込まれたように、なのに9号を提示してるから、俺の理由はまあいいよ、100歩譲って餌してないっていうのって取られたのは、9番の話を聞かない人が9番を提示するってまずありえないだろうっていう、うん、黒すぎるだろうっていう。9番よりは1番のに黒さを感じたから俺は1番行くよ。わかんない、もう票がバラバラだね。うん、まあ村は9番行ってもまあいいんじゃないかなと思うけど、俺は票行かない。まあ伸びてない、伸びてないっちゃ伸びてないから、うん、だけどまあ俺はまあ話聞かない、直近の話も聞けないのに、要は4号の方をプラスに取ってるのに、うん、それを聞けないのに9号を提示って何考えてんだろうと思って、この人。だから俺は1行くよ。うん、それだけ。うん。黒さをそこに感じたから。うん、ただそれだけ。まあ、形の前決めればいいんじゃない。ただわかんない。4、9がカバーやってるとか、1、2とか。まあ、新教の話だけど、そうなると。占いが。新郎だったら違うんだろうけど、4が村で言ってんならいいんだけどね。狼として言ってんだろうか。村の2番とかを釣ろうとしてんだろうか。いや、ただ単に村として言ってんのか。1か2、どっちかでいいと思うけど。ま、話を聞かないで人を何定時上げる人って、ま、おかしいと思うから俺は1行くよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。まず8番さんが、後から出てきて僕に隠し色を作っている盤面で強靭は薄いのかなと思っています。ただ、どうなんだろう、その進路位置っていうことが言いたかったです。現状僕、うん、八幡さんのがちょっと新芽は上がってるかなと思ってます。うん、で、一番さんの動きがかなり気になっていて、なんだろう、一番さんって最初っていうか、もうほとんどの時間を、まあ、僕に対してのアンサー、7に対してのアンサーっていうので、もう隠し色の方ところにしか触れてなくて、最後らへんに5か9って言って、9番は4号にヘイトを向けたって、まあ、その9番さん逆に4号白いって言ったんですよね。うん、で、なんか8は弁明、多分8は弁明なんやらしてたから怪しいみたいなことを言いたかったんだと思うんだけれども、なんかね、動きが、うん、ちょっと強靭の動きだった気がするんですよね。だから僕、3、8に狼がいると思っている。で、8番さんのが印象が良かった点から、3番さんが狼、1番さんが強靭で、相方が、うん、僕、5にいるのかなっていうふうに見てたんですよね。その3番さんの発言を聞いて、3番さんって5は伸びると思うみたいな話からの、話聞いて4、5みたいな。多分絶対3番さんで5番さん入れないんですよ、この言い方って。うん、なんか、5番を伸びると思うって言って、結局、なんか最後に4号の発言聞いて変わるかもしれないよって言うけど、3番さん絶対5番さんに入れないと思っている。だから今の僕の現状の見えてる世界は3号狼の1強陣で見ています。釣りちゃん伏せておきますね。自分で考えます。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。私はただの石。私はただの石。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、夜が更けました。の遺言を発表してください。人狼に気をつけてください。さあ、物真似しないでくんない、うん、つまんないから。夜が明けました。うん、村かもしれないけど話聞いてくんない。1名の方が亡くなりました。騎士かもしんなかったら騎士で出てくんない。7番、8番のプレイヤーが発言します。何考えてんの、もう1番は騎士なのかもしんないけど。あー、そっか。物真似するは騎士だったら出ろよ、もう。一釣りの可能性あっただろう。5番はちょっと、昨日の発言で怪しく見て、まあ、1番の色がわかんねえからな。なんとも言えない。俺は、本当は、5を潰して、2占い飛ばしたかったんだけど。まあ。何か俺が怪しいか。ですね。1番は話聞かないんだから、しょうがねえじゃん。黒く見えんじゃん。9はないと思うんだよね。話聞かないでのランテージって意味わかんねえじゃん。もはや、こいつで負けてもいいっていうのと同じじゃん。気に入らないから釣ってやると同じレベルじゃん。もうわけわかんねえじゃん。もう話聞かないのに。だから、話聞いてないんだったら、3、6起点やったら、1で釣れてなかった場合、2、4っすね。うん、2、4。ただ、1番の色がわかんないから。5、1、5、4に関してはプラスで置いてないんだから。最悪、出ろよ、騎士だったら。もう出なきゃいけない盤面じゃん。一番って、騎士なんじゃねえかなって思ってたから、多分1番、ワンチャン騎士で潰れてんじゃない？俺は発言的にね。あの6番さんが言うように、強人っぽくも言えるけど、一番って、騎士なんかなって僕は思ったんで、一は行きたくなかったっすよね。はい。まあ、今日は3番行ってください。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。どうだろう。難しいな。まあ、1で黒落ちてたら結構楽勝なんじゃないかなと思うけど、1が白だった場合は、やばいのかなって感じかな。8単の精査なんだけど、3っていうのは、難しいな。8の偽予想っていうのは2周目に出てきていたところと、俺から見ると5は占い1じゃなくないって俺は思うんだよね。はい。5じゃねえと思うんだけど、どうなんだろう。2か4を占ってほしかったなって俺からは言っておくかな。で、3っていうのは、なんていうのか、ちょっと真に見えてきてて、っていうのは、3って2周目にも俺を釣り押してきて、なおかつ投票までしてるって、結構人外だったらやばくないって思うんだよね。ヘイトを買って、かなり、なんていうのかな。なんていうのかな、この感触。ちょっと思考が固まったシーンじゃねえかなって思ってます。やっぱり8の、なんていうかな、2周目に占いで出てきた、要は相方が出なかったんやっていう感覚が、で出てきたんじゃないかなって見えちゃってきたかな。あと占い値はちょっとしっくりこないのと、今発言が伸びなかったところが、結構、まあ3の話を聞いてからにするけど、8に投票しそうです。以上です。2番のプレイヤーが発言します。9は本当わかんねえ、なんかもう。ふわふわっていうか、なんか、本当になんか、よくわからんと思うの。ただ、3が1周目から俺をけなしてるってのは、俺は9にヘイト負けてるから3の方が印象いい。人外でこういうことやるかなっていうけど、別に1、2が9叩いてるんだから、それに便乗して9いってんじゃないのと思う。見て取れるし。で、俺は9から1に、指標っていうのは変えたんだけども、その理由っていうのは、3っていうのはもう1周目からずっと9叩きしてて、まあ、強人ではなさそうだなって思ったことから、3、8進路って考えたときに、俺は8の方が新芽があるっていうふうに思って、やっぱり俺への俺への拾ったっていうのは本当に俺の印象いいかなっていうふうに思ってるから、って考えると、8シーンって置いたとき3がローってなるから、3がもう9に一本釣りしてるから、じゃあ9やめようと思って1行きましたね。うん。ただ個人的に怪しいなと思ったら4も普通に怪しいなと思ってて、ただあれか。
まあでも3、8進路って考えたときは、そっか、4は必然的に9から1にシフトさせてるからあれなのか。うん。よし、占いだったらどっちなんだろう。これ変わらず8の方が新っぽいなって思うけどな。キューバーさんが8の2周目出てきた潜伏理由わからないって、ただ二人街炙り出したかったってだけしか思えないかな。3が8に叩いた、そのスラとか追うんだったらっていう発言も別にスラしてないし、潜伏してただけだし、その叩きっていうのは不当かなって思うし、結局3番目線8の黒予想っても拾えてないのかなって思うし、あと8が5占ったって言うて別に全然3って5に対してなんかよいしょしてたから、全然3、5っていうのつながるから、別に8が5占って別に不自然なことじゃないかなと思うかな。これは変わらず8の方が新っぽいかなって思ってます。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、9、白なんですけど、まず、僕が、言っとくんですけど、僕、9が、1、2、3を叩いてるから、1、2、ロー、ローとか、そういう目線とか、まあ、3、1、2、3が黒なんじゃねえかっていう目線を追ってたんで、他投票変えないです。はい。ってとこで、正直9を釣って、他、正直、色がわからない4とか、2を、8を芯で見てるっていう2とか、だいぶ占いたいとこあったんですけど、まあ、釣れない以上、もう9占うしかなかったんで、9白なんですよ。ってとこですかね。で、8に関しては5、5、まあ、全く9番さんと全く一緒で、5を占う必要性って多分、僕はないんじゃないかなと思って、もう正直それだったら、4を占うべきだと思ってて、2はまあわかんないけど、だって2、だって8からと、表、ん ?8 を芯で見てるんだから、2だって弾かれるはずなんだけど、とか思ってるんですけど、そこが僕の8の偽要素だと思ってます。2番さんに言われた、実際すらしてないからっていうのは、まあ、そうだなって、それが僕の把握漏れですね。すいません。っていうところで、ですかね。うん。僕は8、まあ今日占いから行くんだったら8かな。正直4番さんが2周目で伸びるんだったら、グレー行くんだったら僕は正直2、4かなって思ってます。うん。ちょっと、5まで多分ちょっと届かないかなって。まあ、よいしょしたって言われたら仕方ないんですけど、僕は伸びると思ったから伸びるって言ったまでなんですけどね。ってとこです。8から言ってください。4番のプレイヤーが発言します。はい、自分は8番さんから行きたいです。理由としては8番さんって1白置きしてたんでしょ。じゃあ、なんで7番さん噛まれてることに関して、ここで違和感を感じないのっていうところ、騎士は何してんですかっていう発言が8番さんからないんですよ。いや、よかったなって思ってんじゃないですか、ね、自分は8番さんで狼釣れると思ってんですけど、そこで2番さんがなんで8番さん新名で送ってるかがよくわかんないし、8番さんの5占いってどういうことですかって、村目線で村置きされている位置って5番さんしかないのに、なんで5番さん占ってるのっていうのに、誰も拾わないなって、だからそこの9番さんの指摘ってかなり真っ当だと思ったし、まあ、3番さんが9釣りをしていたから、全然3番さんが9占って白結果落とすのはわかるかなと思ってます。自分は8で、普通に狼釣れるかなと思ったし、1周目の8番さんのふわつきって何なんだろうなって思ったんで、3番さん芯なんじゃないですかね。5番のプレイヤーが発言します。なんか4球つながり週もあるけど、まあいいんじゃない。1番村だったらしょうがないじゃん。モノマネしてる暇があったらさ、自分の言葉で伝えろよ。自分の言葉でやれよ。モノマネなんかいらないわ。モノマネでまず何か頭にまず入ってこないし、それを考える暇があったら9番の話を聞けよ。せめて。4号プラスに取ってるって発言をマイナスに取ってるって聞く間違える暇があったら、物真似してるからそうなんだよ。1番で負けたら1番が悪いんだから。1番が先輩なんだから。ふざけたプレイで物真似して。1番が村なら1番が悪いから、俺知ったことじゃねえから。それは俺から見たら黒いんだから。普通にまともにやってたら9行ってもよかったのかもしれないよ。あとあんまり発言伸びてないからね。行ってもいいって言ったじゃん、別に。白があるわけじゃないから。ただ俺は一番行くって言っただけだから、理由を述べたよ。聞いてないから話を。物真似してる暇があったら。8番問題点？まず俺投票、俺占いなんかもうありえねえから。時点でもう勝手にすればっていうレベル。俺を占う占い師の芯は切るよ。いらないよ、もう。負けでもだって8番が悪い。俺占いなんかありえない。隠しろレベルでいいんだよ、もう。で、初日の発言が腹立つわな。トリッキーなプレイは許せないって言っときながら、自分がトリッキーなプレイするってマジで何考えてんだ、こいつはと思う。こいつのねじ曲がった根性を叩き潰すために8番入れたい。試合に勝とうが負けようが叩き潰す。
お前がトリッキーなプレイするなら人のトリッキーなプレイは許容しろよ。自分もするから人に人を許す。人は許せない。自分はする。なんだよ。自分の潜伏は許せんのか。間違ってるよ、そのプレイスタイル。自分がするなら人も許せよ。だから許せないから8番行く。6番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。そうですね、多分5番さんはいいお父さんになると思うよ。ちゃんとね、自分の息子にもしっかりと根性をね、つけれるような教育ができると思いました。隠しろレベルでいいって言ったのはちょっと気になったんですよね。そんなことはない。そんなことはないと思うんだけど。まあ、ただ、8番さんは別に白いとか黒いとか関係なしに、いいパパになるなっていうのが、感想です。一応ちょっと僕メモしたんですよね。8番に行きたいって言ってる人が9番さんと4番さんと5番さん。で、3番さんに行きたいって言ってる人が2番さんっていう状況で、多分今日の投票は、8番さんになるんですよね。この、みんなが言ってる通りに行くんだったら。どうなんでしょうね。8番さんが偽で4番さんが死んだ時って、4番さんは、違う、3番さんの時は9しろって言ってるんですよね。だから、8番さんの言い方が2、4、5にいる。で、もう3番さんとしては5番さんを完全になんか村に置いてる感じしましたよね。あの感じだったら2、4にどっちかいるみたいなことですよね。ただ3番さん目線って明日2、4どっちか占いたいってなってて、騎士って出た方がいいんじゃないのってならないのかな。なんかね、2、4どっちかで出てきて占った方がみたいなスッキリするんかなと思ったんだけど、それはどうなったんでしょうか。ちょっとそこは気になったな。1番さんがどうなんだろうね。狼だなと思ってたんだけど、この場面で騎士が出ないってことは1番さんの騎士もあるのかなってちょっと思ってきちゃいました。全プレイヤーの発言が終了しました。俺も震えやなってる。投票に移ります。投票放棄。投票。話を聞く。あっちに票流れたらそれまで。4球がなんか濃く見える。なんか気持ち悪いぐらい4球が見えるために俺は投票できない。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。入れたのが286 2286。286、僕目線は仮に、僕6番さんにアンサーするんですけど、ごめんなさい、時間が足りなくて言えなかったですね。棋士に関しては出てほしかったんですけど、今出てくるんだ、今出てダメだ。ごめん。この場面だったらもう出てダメだ。ごめんなさい。で、ここで、僕目線は正直2端しか繋がらないかな。今現状だったらね、今現状だったら2端しか繋がらないかなって思ってます。で、8から白もらってる5番さんっていうのは、もうキャンセルされると思ってて、っていうのは、もう占い前にならないですね。っていうのは、5があそこで8を釣る意味がないから、っていうところです。だから2、4どっちかなんですけど、2の方が強いかなと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。4番になんか1に対して言われたけど、俺1番って騎士、7番という霊能が噛まれてる段階で1番騎士なんじゃないって。で、昨日の発言的にも強人にも見えるけど、1番って騎士なんじゃないっていう説を落としてるんだけど。はい。4人ね。あと、なんか、3番さんに、5番って占う必要はないみたいな、なんか3番視点の話してっけど、俺視点に立った時って別に5番って3と繋がる位置と思ったから、5を占ったっすよ。5を投票したし、5を占ったっす。なんか3視点で4を占う、5を占う必要な、あなた目視点で占う必要性ないですよって言ってっけど、いや、俺視点だったら3と別に繋がる位置やから、5を潰して俺は2占いしたかったって言ってんの。ぐらいかな。なんか3、4な気がするっすけどね。3、4な気がするっすけど。はい、3番言ってください。全プレイヤーの発言。若者よ。そう簡単に結論。まあ、6番が決めたら、方式。6番が村で言ってんなら6番の指示です。6番がそう感じたらそれでいいんじゃね。まあ、3番も発言伸びてねえし、なんか4吸収するし。
漂う4九州、それとも4占われたくなくてやってんの、お前。は？は？投票が終了しました。4番か。追放されるプレイヤーは、2番 ?8 番、8番の遺言を発表してください。なんで3、8番言ってんの？ PP で。なんで8番言ってんの？多分 PP で負けだと思います。俺は1番騎士と思ってんで、PP で負けだと思って。2番、何やってんの？多分ニクロ打つんじゃない。マジで何やってんの、はい、?2 番。以上。何考えてんの？俺は1騎士と思ってっから。何考えてんの？あと5番に言うけど、俺に言う暇があったら、俺は3番やるんだから、5桁言うな。死んでるし、9番も言ってたし、6番も5番に対して3と繋がるって言ってっから、5番って全然別に隠しろ位置じゃないですよ。あなた自身で隠しろって分かってっから、その投票見てくんない？まず、投票見てくんない？隠しろじゃないですよ、あんた全然。はい、投票見てくんない？僕自身はもう白で出てるの隠しろ。なんで3番いかないの？夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。あれ?5番さん噛まれた。何でしょうこれ。5番さんってあんだけ8番さんのこと叩いてもうなんか勝ち負け関係なく俺は8に行くぞって言って結局3番に行ってるってもうこれ。5番さんと8番さん狼でしょって思ってたんですよね。違ったね。あ、でもそっか、地神っていうのもあるんだね。3番さん目線でいくと、2番さんが白、マークつけました。ってなると、3番さん目線はもう、4番さん。4番さんしかないってことですよね。ってことは、今日は3、4のロー、あ、違う、3、4のランっていう話でいいんですよね。3、4のラン。ただね、あの5番さんの動きってちょっと、ちょっとごめんなさい、泣き声があるんですけれども、5番さんの明らかにあの行動っておかしいですよね。絶対人外だったと思ってますよ、あれ。最初ちょっとね、8番さん入れずに、僕3番さん入れた、入れたよね。入れたよね。ん？あ、僕8番さん入れてるのか。あ、いや、3番さん入れてる。そう、3番さん入れて、ちょっとね、なんか5番さんの話聞こうと思って、5番さんなんか放棄してて、あ、話聞こうというか、5番さん放棄してて、なんだと思って、8番さん入れれてたのにおかしいなと思って、で、次見たら3番さん入れてるんですよね。多分、5番さん狼なんだよ、絶対。絶対狼。で、地神してる。で、8番さんは狂人だね。だから、僕3番さんを信じてみるから4行く。9番のプレイヤーが発言します。あ、はい。まあ、視点がバグってると思うんだけど、まあ、3番さん狂人分かってるので、PP ですね。6番さん投票でお願いします。6番さん投票でお願いします。2番のプレイヤーが発言します。はい、僕。3番のプレイヤーが発言します。え、ってことは2級ですか？わかんないですけど、6番さんいきますよ。4番。のプレイヤーが発言します。いや、4級です。4級です。6番さん入れます。4級狼です。4級狼です。大隠しろである6番さんを釣ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。行きかよ。